吉谷さん、みんなの銀行ね、今は当たり前のように話してる人がいますけども、以前はね、何回進めてもみんなの銀行をなかなか取り組まなかった、そんな人がいるんですよ。でも、そんな時は、もう過去は昔、今はね、最初っから自分は知ってましたみたいな顔で、みんなの銀行の話するんですよ。で何が言いたいかっていうと、これ、嫌味じゃなくてね、人っていうのは、ちょっとしたことで気持ちが変わってやってみようかなっていう風になるんで、 ここちらからかか語りけけるのはやめてはいけないっていいななっとんですよね。それこそセールスもいろんな切り口でお話しするとあそういうことだったんだだったらっていうふうに気持ちが動くことがあるんですよ。でも仮に1回だけねお願いして断られたらもうやらないってもう言わないってなったらその人は永遠にチャンスを失うんですよね。もしかしたら3回4回押したらなんかしつこいな本当なんかもしんないなって思うかもしれないし2回とか3回でパッと終わっていたらね やっぱりその程度のもんだったんっていう風に思われちゃうと思うんですよ。まあ、ですんでね、キーワードはしつこく言うことなんですよね。しつこいって大事ですよしつこさで人の気持ちは変わっていきますから。むしろね、いい関係だったのにしつこくすることによって気持ちが変わって切られるってこともありますけどね。まあでも、そのリスク引き受けるに値するんじゃないかなと思います。いってらっしゃい。